皆様おはようございます。定刻の9時30分を回りました。平成29年度予算審査特別委員会、本日は最終日になります。ただいまの出席委員は9名で全員であります。これより29年度予算審査特別委員会を開会いたします。本日は議案第26号、議案第27号の各企業会計予算について審査を行います。なお本日最終日ですので議事進行に皆様ご協力をいただきたいと思います。一問一答形式で行います。マイクを手にして質問をしてください。答弁者は職名を述べて起立してマイクを手に取ってから発言をお願いいたします。円滑な議事進行にご協力をいただきたいと思います。それでは橋本市水道事業会計予算について質疑を行います。全般について行います。質疑ありませんか。坂本委員、はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。517ページの委託料ここのコンサルタント委託料のところでちょっと質問したいと思います。昨年は730万4000円で、維持上昇などについてこれからのことを検討するということでした。でこれ のコンサルタントに託してその率がどうなったのかというのを一つと、今回は3996万円とかなり大幅に金額がアップしているんですけれども、今回はどういうことを委託されるのかご説明をお願いします。水道経営室長。水道経営室長、517ページの方で今委員お正しの件でございますが、コンサルタント委託料ということで3996万円ということで、計上させていただいております。この分につきましては、施設再構築の委託ということで、部長の方から一般質問なり議案審議の時に答弁させていただいておりますけれども、水道の施設の見直しということも含まれまして、施設再構築計画ということを27年、28年、29年ということで3カ年で行っておりまして、その分を、の予算でございます。それで、昨年度、28年度で、計上させていただいてました予算につきましては730万だったと思うんですが、約730万ほどでございます。これは民間活力導入という業務委託ということで、今浄水場等ですね、あと水道の、サービスセンター等ですね、民間委託をしておるわけなんですけども、それをもうちょっと拡大したりですね、検討していくとかということで、業務委託を行った分でございます。でその分につきましては27年度、28年度で行っております。で今年度はそれの支払いがなく、29年度で施設再構築の方を支払う予定でございます。以上でございます。坂本委員、はい、すいません。今施設再構築計画を作るのが27、28、29年の3年であるということで、この3年分が3996万円ということでよろしいですか。水道経営室長。水道経営室長、はい、その通りでございます。本来でしたら3カ年ということで、伝統金といいますか前払い金等もあるかと思うんですが、業者さんの方とお話しさせてもらった中でも最終年度での支払いでいいということで、今現在は支払いはしておりませんので、最終の生産といいますか成果品が出来上がって最終計画が出来上がった段階で、全額を支払うということになってございます。坂本委員、はい、はい、それと先ほどその28年は民間活力導入ということで、他に導入できないかということをコンサルタントに託されたということですが、これの方 の, あの
結果といいますか、それはどうなりますか。水道経営室長。水道経営室長。はい、その件に関しましてはですね、今あの28年度で、計画を策定しておりまして、まあ、3月末までまだ契約期間ございますので、その中でまだ計画を、まあ、検討中でございまして、まだ成果品自体はまだできてございません。はい、他にありませんか。はい、松浦委員、今のところなんですけども、施設再構築、具体的にはどういうことなんでしょうか。水道経営室長。水道経営室長。はい、まず私の方からご説明させていただきます。実際ですね、水道施設というか、橋本市、まあ、浄水場、あるいは、まあ、排水地で、管路、水道管でございますが、まあ、施設がかなり老朽化をしております。その関係で、まあ、こう施設の更新ということが、まあ、近々の課題でございまして、それでどれぐらい、まあ、費用がかかるかということがございます。それとあと、まあ、皆さんご存知だと思いますが、まあ、橋本市の方も人口減少ということで、水道料金といいますか水道収益自体が毎年1000万円ぐらいですかね、約、だんだん下がってきております。その関係もありまして、まあ、水道料金の改定、まあ、基本水道見直し等を含めましてですね、その、まあ、更新費用を、まあ、算定して算出して、それをもって、まあ、あと施設の規模を縮小したりとかですね、あと、まあ、経費節減等を含めまして、料金改定なり、まあ、そういう基本水道見直し等も含めて考えていかなあかんということで、まずは施設の更新費用はいくらかかるのかということで今検討を行っているところでございます。松浦委員、施設の更新費用のそのコンサルの委託料で3900万、何が仕事になっているんですか。その後の今おっしゃった、そのいろんなこれからの計画等についても含んでの話なんですか。はい、水道経営室長。水道経営室長。はい、まあ、財政計画、投資計画等見直しも含めてございますので、その分も含めて計画を立てていくということでございます。松浦委員、たびたびこういう話で申し訳ないんですけども、そういうことは一応日々やっておられる専門家の皆さん方がある程度、全部とは言いませんけども相当程度やれる話ではないんでしょうか。何でもちょっと難しいことあったら委託に高い金払ってお願いすると、安易に過ぎるっていうことではないんでしょうかね。みんないろんな計画を作ってもらって、でそれで日々のそのなんていうかな、日々の日常の運営だけを皆さんがやってるだけなんですか。それともそれに携わりながら先の見通しも立てて、で次にはこういう何らかの需要があるだろう、それに対してはどういうことが必要かということを普段から見通し立てて勉強しながらやっておられるんでしょうかね。今回特にその委託料について気にかかるんですけども、自分たちの能力の上を勉強しながらいけば力はだんだんついていくけれども、今の水準でできることはしてできないことを委託に任すと安易に過ぎるように私は思うんですけども、その基本的な姿勢全般についてのね、基本的な姿勢についてなんだか問題ありませんかね。責任ある答弁求めます。副市長、現在ご審査いただいているのは公営企業でございますので、私ちょっとここは直接
所管をしておりませんので、答えられる立場にないですけど、まあ、全般的にというお話ですので、全般的な見地からということでお答えをさせていただきます。まあ先日来もちょっと申し上げたんですけども、基本的な姿勢としては、その費用を効率を考えまして、その、統計処理でありますとか、それから、まあ、情報収集でありますとか、そういう面で、効率的なところについては、コンサルタントに委託するという基本的には考えております。その知見の部分でございますけれども、確かに、まあ、委員おっしゃるように、日々の業務の中で、得られておる知見ということで、まあ、現状というのは、市の職員というのは一番把握しておるわけでございまして、まあ、その辺は、コンサルタントよりは、知見が豊富であるということでございますけれども、ちょっと別の角度から見るということになりますと、まあ、勉強しなさいという、ご意見だったわけでございますけれども、その辺に関してはなかなかその、別の角度から見れるということについては、まあ、ちょっとその、違う角度から見ていただくということも、必要なんで、まあ、こういう形で。コンサルタントの力を借りるということもあるかというふうに思います。ただし、まあ、委員おっしゃるように、基本的には自分たちの仕事なんですから、まあ、その自分たちでしっかりと新しい知見をとか、その、見通しを持って仕事をしなければならないということは、言われる通りだと思いますので、今後とも、まあ、そういう方針のもとに、委託業務については、考えていきたいというふうに思います。他にありませんか。楠本委員、519ページなんですけど、大滝ダム、大滝ダム維持負担管理負担金 と、今度新しく和歌山県原水供給事業負担金と2つになっているんですが、合計したら前年度の金額になる、いや近い金額になるのかなと思うんですけど、和歌山県原水について、教えていただけますか。水道経営室長。水道経営室長。大滝ダムの件で、今議員忠氏の件でございますけれども、橋本氏の方は大滝ダムの権利といたしましては毎秒1トンの権利を持っておるわけでございます。で、和歌山県の方は毎秒 0.45トンということで、権利を持っておるわけなんですけれども、まず建設の際には建設事業負担金というのが行ってきたわけなんですけれども、まあ、建設はまあほぼ完了しておるということで、今度こう維持管理ということで、維持管理負担金というのがその、水量といいますか、その権利に基づいてかかってくると。で、ただ固定資産相当分といいまして、ダムの所在地が奈良県の川上村になるわけでございますが、そちらの方に、所在、国有財産所在市町村交付金というのがかかっております。これは、まあ、実態は固定資産で相当分になります。それで、原水供給契約というのは、和歌山県が持っておるその 0.45 トンの権利を使って、水を取水すると。で、橋本市の方はもともとは権利的なものではその1トンの権利もあるんですけども、その、和歌山県の権利を使うことによって、国土交通省といいますかに交渉をして、市町村の交付金といいますか、その所在市町村交付金ですね、固定資産相当分でございますが、この分が、まあ、かからんと。要は、橋本市の維持管理負担金は必要なんですけれども、橋本市のその所在市町村交付金といいますか、その固定資産相当分はかからないと。ただ和歌山県の権利を使うんで、和歌山県の、維持管理負担金と、固定資産相当分の分はそのまるまる橋本氏が支払うと。それでも、橋本氏が支払わな、本来支払うべきその固定、資産相当分よりも
安くなりますので、その原水供給契約というのを橋本市と和歌山県とで契約をさせていただいて、今現在至るということになっております。それで、まあ予算的なものでございますが、29年度は5400万で、28年度は当初予算で5300万ですかね、になっております。ほんで、一応まあ29年以降もですね、まあほぼ同等額の予算が、まあ、かかってくるのではないかと、はい、28年度分も減水供給分がございました。で、29年度表記は、まあ、詳しく分けたということでございまして、その分でちょっとこう28年度の当初予算とこの今回と説明の項目が、まあ、ちょっと詳しく分けさせていただいたんで、実態は何も変わっておりませんので、そういう内容で負担金ということで計上をさせていただいております。楠本委員。はい、ありがとうございます。なんかよう分かったような分からへんあの感じがするんですけど、まあ要するに変わってないという分けたっていうふうにだけなんかだけのようにも聞こえるんですけど、これにつきましてはあのなんていうか、まあ、和歌山市と、まあ、橋本市というだけで、大滝ダムがあることによる効果っていう意味において、あの、まあ、キロカワ市さんとか岩出市さんにおいても何だあの働きかけはないのでしょうか、今後とも。水道系市長。水道系市長。はい、この大滝ダムの今、まあ、建設が終わりまして、まあ、維持をしておるわけでございますが、そのダム事業に参画するのは和歌山県におきましては和歌山県と、和歌山市橋本市のみになってございますので、他の市町村につきましては参画するということは聞いてございません。それであのダムの利用形態として、その橋本市の方は和歌山市和歌山県と一緒に、まあ、利水ということで、全体の、まあ、費用負担でいきますと橋本市が 2.9% で、和歌山市、まあ、和歌山県もその同じ、まあ、別の率がございます。それであと治水ということで、災害とかの防止のための治水ということで、奈良県和歌山県は もちろん、何パーセントかということで持っております。で、関西電力も発電ということで何パーセントかを持っております。その水を取水して、漂流水を取水して、それを、まあ、水道に使う、水道水として使うということで、大滝ダムの権利、毎秒1トン、その事業費で、費用負担の割合でいきますと全体の事業費の 2.9% が橋本市の負担ということになっております。他にありませんか、タルイン。あの先ほどの517ページの委託料なんですけども、すべて今後さんの委託料、それはもうやむを得ないと思うんですけどもね、ただこの委託をして値上げありきみたいな形の、そういった委託で結果を作るっていうのは、やはりそのまず値上げを少なく出力を上げない方法どんなもんあるんよとか、やはりそこまで踏み入って市の職員もすべきじゃないかと思います。こういった結果ありきで何もかけらなあかんじゃなしに、反対に結果ありきで今の維持できるんかっていうのが、まずそれが大前提で、市の職員もやはりコンサルタントと交えた中でする必要があるんじゃないかと思うんですけども、そのあたりの考え方はどうでございますか。水道系市長。水道系市長。はい、今の議員お正しの件でございますが、確かに水道料金を、まあ、改定、まあ、基本水道を改定も含めますけども、それをがありきというのではなくて、まずはその施設を見直し、そのダウンサイジングといいますか、こう統合したり、経費節減に努めると。で、まあ、今和歌山県の方で、まあ、また将来的に、もちろん将来的な話ですけども、まあ、広域連携という話もちょっと出ておるみたいなんですけども、まあ、そういうことも含めまして、いろんなこう料金改定ということを、もう最終はそういう形になるのかも分かりませんけども、ただそれ以前にいろいろ
手立てを講じて、なるべくこう費用といいますか、まあ、電気料金につきましてもこう、今ちょっとこう下がるというようなことも聞いてございますけれども、そういうことも含めまして経費の節減等に努めてまいりたいと考えております。他人わかりました。続いて527ページの、工事受け負い費、紀の川右岸送水管設、今これ、進捗は大体どのくらいまでいっておるのか、108億ほどの予算ですけども、確か全体的に100億ほどあったんじゃんかなと思うんですけども、このこのの風原工区、これは京奈の速度の埋設ということでよろしいですね。で大体今の進捗は、どのぐらいかを教えてください。はい、水道施設課長。水道施設課長、はい、お願いします。第5次拡張事業の京奈は速度自動車道、整備事業として、まずつから、高野口の、ドームの排水地までというところの、速度を入れる工事でありまして、距離に出しまして、約 8.64km、事業費としましては、この事業につきましては16億3000万ほどで、現在、事業費ペースでは 60.2%、還元庁では 78.2% の出来高でございます。たるい、確かこれは高野口まで引っ張るという計画ですね。で今10何億って言うんですけども、確か高野口まで引っ張って100億っていうちょっと認識あるんですけども、そこまでないですね。10何億でできるということで、分かりました。それじゃあ、委員長、違う質問ですか。いや同じです、どうぞ。はい、委員、この8億の中でおそらく交付割をしながら市内業者に発注というのはお考えなんですか。現場見たら何メタことで、多分発注しておると思うんですけども、この8億の中でも広告分けで市内業者、の発注ということで、今発注を行えておりますでしょうか。水道経営室長さん。水道経営室、もう少し明瞭に述べてください。水道経営室長補佐。水道経営室長補佐、お答えします。議員おっしゃるように、工事については広告利用して、で、金額によって、発注形態が変わってきます。予定額1億円未満は市内業者になりますので、大体まあそれ以内にまあ抑えるような形の発注でまあ市内業者の発注となっています。まあ特殊なまあ橋梁点火とかまあ特殊な工法の場合はまあ制限付き一般業者、制限付き一般競争入札でまあ市内業者、市外業者参加できるまあ発注形態もあります。まあ最近はほとんど市内業者発注ということで、この工事は進めております。以上です。他にありませんか。はい、坂本委員。はい、今、拡張費、工事給与費の中というかに関連するんですけれども、さっきの委託料とも関連するんですが、水道ビジョンを作って、水道ビジョンを作るときも確かこれが100億円だったと思う。拡張と更新と含めて100億円で、それが平成21年から平成37年度の、まあ、17年間の計画ということで、かなりいろんな団体の方も入られて、この何回も会議をして水道ビジョンを作ったという記憶があるんですけれども、でこれがまだ終わらないうちにといいますか、またこのなんか再構築でまた委託してするって同じことばっかり繰り返してるんではないかなという気がするのが一つと、でそれと先ほど松浦議員も言われたけれども、水道って
缶を作ってそれを維持することも、まあ、仕事ですし、で古くなったら交換するのも、まあ、仕事で、定期的なこう更新というのは絶対に必要になってくると思うんです。漏水させないためにも。だからもうずっと順繰り順繰りにこの更新の事業というのをやっていかないといけないと思うんですけれども、そういう中で、やっぱりそれをちゃんと見通すことができる職員を作っていくっていうことがすごく大事じゃないかなと思うんですけども、その辺はいかがですか。水道経営室長。水道経営室長。今のご質問でございますけれども、以前水道橋本市水道ビジョンというのを作成してございます。今施設再構築計画というものも策定しておりますけれども、いろいろこう専門的な、まあ、技術的なことで言いますと関門計算であるとか、かなり技術的なことをで計算していかないといけない部分があると聞いております。そういうことも含めまして、まあ、職員でできるものについてはやるということでございますけれども、まあ、施設再構築、まあ、今度午後の以前作ってました水道ビジョン、第4次第5次とだんだんこう、拡張工事といいますか、まあ、第4次拡張、計画第5次拡張計画ということで、まあ、拡張計画もしておるわけでございますけれども、橋本市自体が人口減少といろいろ社会情勢がいろいろ変わってきておりますので、その中でやっぱり計画も見直していかないといけないかなということで考えております。坂本委員。はい、いや今のでは答弁になってないと思うんですけど、はい、もう一度お願いします。上下水道部長。上下水道部長。坂本議員の方からのご質問にお答えをいたします。以前水道ビジョンというのを、平成、21年だと思いますけども、21年にこしらえてました。水道ビジョンというのは、まあ、国の方の指導もあって今後の、水道施設、まあまあ、排水管とか、まあ、水道管も含めた水道の、排水池、まあ、他ポンプと施設は橋本市内56箇所ですかね、まあ、排水池も含めて56箇所あるんですけども、その水道ビジョンというのは現代、まあ、当時の水道の施設をこう更新していくのにどれぐらいの費用がかかるのかというようなところで、まあ、21年から37年までで約100億円ぐらいの更新費用がかかっていくんじゃないかなというような水道ビジョンで計画を立てました。あくまで、21年当時の施設の、その施設をそのまま更新をしていくというような形の計画でありました。ただ今回27年度から施設の再構築の委託をさせていただいておるんですけども、これはまあ3カ年で、再構築をしていくわけなんですけども、まだそこからもう一つ踏み込んだといいますか、排水管にしてもですね、現代橋本市内に、まあ、200ミリとか、小さい管でしたら50ミリまでこう排水管入っておるんですけども、例えば150ミリの排水管を100ミリに今度更新するときにこう口径の変更ができないものかとかですね、例えば200ミリを100ミリに変更できないものとかですね、まあ、ポンプで言いますと、例えば今細川の中継ポンプ所から、三井市の中継ポンプ所を経由してですね、三井市の排水池の方へ送っとるおるんですけども、今回は細川の中継ポンプ所から直接三井市の排水池の方へ送ることができるような形に今、その計画の中でもその計画を立てていただいてます。それで今、まあ、細川の中継ポンプ所につきましてもですね、三井市の中継ポンプ所をなくして今直接、三井市の排水池の方へ送るという形になりますので、例えば、三井市の中継ポンプ所の、まあ、電気代に一つにしろですね、
維持費にしろ、これはなくなりますと非常にこう経費の節減にもつながってきます。それで無駄な、無駄というのはちょっと語弊があるか分かりませんけども、施設の見直しというのを今回、この計画の方で3カ年で立てる計画を立てていますので、また水道ビジョンから言いますと一歩進んだ、計画を立てていくというような、効率的な、この更新計画を立てていくという形になります。それで料金につきましてもですね、この、再構築の計画ができ次第ですね、市民の皆様にも今回の更新費用がかかってくるんやというようなところからですね、料金についても、基本水量についても、お話をしていきたいなというような、あくまで、市の職員、水道の職員で、この更新計画を立てられないものかというのは、松浦議員も、今坂本議員からもお話をいただきましたけれども、非常にこう、技術的な面が、ポンプの能力にしろですね、排水管の管口径の見直しにしろ、非常にこう、この民間のこうノウハウを、生かした形の、技術的な面を生かした形で、私は職員以上のノウハウを取り入れた更新計画を立てていきたいなとこう思ってますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。坂本委員、よろしいですか。はい、坂本委員。分かったような分からないようなところがあるんですけれども、ちょっとすっきりはしないんですけどね、ちょっとまた違うところをまた説明したいと思います。先ほど言われてた大竹ダムの維持管理負担金のところ519ページなんですけど、ずっと説明を聞いてて、この大竹ダムの橋本は橋本で大竹ダム維持管理負担金として、出さないといけないと。で、もう一つは橋本の方じゃなくて県の権利を使って、払うことで、安くなるんだみたいな感じの説明だったと思うんですけど、でそうしましたらこの大滝ダムその上の大滝ダム維持管理負担金というのはこれ毎秒1トンに対するものなんですか。でちょっとその辺が聞いてるのが分からなかったんですけど、水道経営室長。水道経営室長。今お正しの件でございますが、519ページの大滝ダム維持管理負担金、この分につきましては橋本市の1トンの権利に対する負担金となっております。それから和歌山県原水供給事業負担金というのは和歌山県が持っております 0.45 トンの毎秒 0.45 トンの、権利に対する、負担金と維持管理負担金と固定資産相当分となっております。他にありませんか。はい、田中委員。はい、すみません、今のところなんですけれども、ということは、今ある市の分をもし仮に使って県の分を使わなかった場合とどれぐらい値段安くなるものなんでしょうか。水道経市長。水道経市長。大体試算でですね、1000万前後の減額になっております。はい、田中委員。はい、これちょっと今後のことになるんですけれども、先ほど、市長の答弁の中でそのおそらく今後広域とかちらっと、そういうのもという言葉として出てきたんですけれども、現在その、うち市が持っている権利で転売っていう点かどうかわからないんですけれども、他市長にその水を売っていくことも現状探っているのかどうか、難しい問題いろいろあるのは分かっておるんですけれども、そういう方向性って探っておられるでしょうか。水道経市長。水道経市長。なかなかこの水の権利っていうのは難しい問題でございまして、もちろんこの和歌山県奈良県で関係、和歌山県奈良県の関係市長も入って、ダムの事業に参画した以上はですね、
徳田魔法というのがありまして、その中では維持管理負担金、建設事業負担金というのは、まあ、そのダム事業に参画したところが、まあ、支払っていかなあかんということをにそのなってございます。それで、まあ、その権利云々とかその辺もあるんかも分かりませんが、あの橋本氏としては今持っておる権利を、まあ、有効に活用してといいますか、少しでもまあ安くなるように、まあ、和歌山県の原水供給契約ということで、その和歌山県の権利を持って、水を取水しているわけでございまして、もう水というのはもちろん毎日取水しておりまして、365日、1日も休まんということで、まあ、点検の時は別としましてほぼ毎日取水しておりますということなので、やっぱりその権利というのはあの大切なものであると考えておりますので、ただ、まああの以前ですね、田市長でちょっと検討したこともあったんですが、値段の関係で、まあ、ちょっと、うまくいかなかったということはあったみたいでございます。以上でございます。市長、あの先ほどから出てる大滝ダム維持管理負担金なんですけども、まあ、私まだ県議の時に当時の市長から、大滝ダム管理維持負担金が8000万ぐらいに橋本氏はなると言われて、なんとか県と交渉してくれよという話の中で、ただ、いろいろ国とも県とも市ともいろいろ話をしていただいた中で、県もある程度橋本氏の負担分を持っていただこうというふうな形でこの形が出てきてます。まあ、要は橋本氏の負担を県に持ってくださいよというふうな形を取ってますので、ここはあんまり突っ込まれますと、あの県からもういいわって言われたらまたその負担金が上がる可能性もあるんで、まあ、これも国と県と市の中でいろいろ協議をしていただいて、まあ8000万か5000万まで落とすことができたというような事情もありますので、ここの部分、これをそうしたらなくしたらええやっていうふうな、まあ、単純な問題ではなくて、まあ、そういうふうに県も負担してくださいよっていうふうな形を、まあ、あの本来この形っていうのは今まで、国交省との話の中では今までしたことがなかったのを、県に協力もしていただいた中で、ここまで、約5000万で、済んでるっていう部分がありますので、その辺はちょっとご理解をいただきたいなというふうに思います。で、まあ、田中議員言われたように、あの他の市町村に水を打ってはっていうふうなお話も、昔は、泉南の方とか河内長野っていうふうな話もあったんですけど、今どこの市も水余り現象、やっぱ人口減によるやっぱ水余り現象というのが出てきておりまして、なかなか、他市町村へ売る。で、まあ、あの当市の水道料金は高いもんですから、なかなか今の値段を下げてそしたら売れるかっていうと、まあ、市民に対することもありますし、非常に難しい面があると。で、先ほどから出てるコンサルの件なんですけども、やはり14万5000人の水道の供給体制をいつまでも取っているとなかなか厳しいと。やっぱり、こう水道管引いていくところで安く上げられる部分はどこなのか、でここの施設をもうなくしてもこれで回るのか、管を太く作ってやったけども多少小さくできないかにすることによって、相当、経費の節減っていうのが出てくると思いますので、まあ、14万5000で、まあ、今でも6万4000人しか、まあ、それもまだ公約地まで行ってない、まあ、5万人ぐらいとして、まあ、その中でやっぱり14万5000を少しでも施設的な、水の供給する施設を少しでも小さくしていこうというふうな、あの例えば、ルートを変えてみたり、あの今、このルートを通った方が安く上がるのかとか、まあ、先ほど三井氏の
件も出てましたけども、そういう整備がすることによって安くできるのではないかというふうなこともありまして、今水道も一歩進んで民間委託をしたり、できるだけコストの縮減をせよという話をしてますし、まあ官のこの間出て一般質問でも議案審議700億かかるという話もありますので、これをもっともっとこう圧縮していかないと、逆に橋本氏の将来非常に真っ暗になりますので、まあ、一番水道でも今29億ぐらいの現金は持ってるんですけども、これ700億と言われたらとんでもない、こんな更新できないじゃないかとかっていういろんな問題がある中で、今そういう施設の最適化計画を作って、その中でできるだけ施設も小さくしながら、市民に あまり大きな負担をかけないように、まあ、していくと、まあ、今全国の流れ見てますと 30% の値上げとかっていうもう市がどんどん出てきている中で、うちとしてもそこまで上げることは難しいし、もともと高いんで、まあ、そういう施設を作り直して、できるだけ費用の削減をしていくということで現在取り組んでおりますので、なかなかこれは職員だけでは、非常に難しい問題なんで、今コンサルを入れての形を取らせていただいています。ただ、今年の予算の中で、まあ福祉計画とかいろいろ計画出てくる、生活環境の環境基本計画、そこでも実は、予算も削らしています。で今、まあ、5年計画っていうのが非常に多いんで、まあ、その中で、今委託料も減らしていくような形を考えてますので、まあ、確かに、私も外から来たんで、なんでこんな委託料多いんやって思う気持ちは持ってますので、まあ、できるだけそこの委託料職員でできることについては職員でやっていくという方法を取っていきますので、まあ、皆さん議員の皆様からの、まあ、お話も聞かせていただいた中で委託料については削減を図っていくということでご了解をいただきたいと思います。松浦委員、今のお話分かりましたけれども、私が申し上げているのは、それは一番複雑なところと専門的なことはコンサルに任さんというから頼らざるを得ないかもしれないけれども、こっちでいろんなことできることをやった上でその資料を渡して判断してもらう、あるいは研究してもらうというお話だったらいいんですけども、できることまでやらないでみんな任せてしまうというような傾向がなかったらいいんですけども、あるんじゃないかと。そこまでできることはやった上で、できない最小限度に絞った上でコンサルにお願いしているかどうかというのは、私は現実には分かりませんけれどもね、安易にコンサルと言わないでほしいという趣旨でございます。以上、答弁よろしいですか。他にありませんか。辻元委員。すいません、職員数のところでちょっと教えていただきたいんですけども、28年1月1日現在から今年の1月1日現在、比較して、まあ、マイナス2ということで、これ5級6級職員が1名ずつ減っとるんですけども、この辺で仕事がどうなんでしょうね、ちゃんと回っていってるのかどうか、ここのその水道の適正なその要因というのはどうなってるのかなと思うんです。でそれと、もう一回あるんですけども、関係して、はい、とりあえず、はい、これだけで。では、ご答弁お願いいたします。水道系室長。水道系室長。今のご質問にお答えいたします。確かに人数的には厳しい状況でございます。委託ということで、まあ、サービスセンターの方に、まあ、水道の営業関連業務、窓口業務等を委託しておりますし、浄水場では、まあ平日夜間土日の方は運転管理委託としております。その中で、食卓を雇い上げ行ったり、いろいろこう工夫をしながら、
現代の体制でやっておるわけでございますが、ただ、まあ、厳しい状態でございますが、まあ、経費節減という意味もございまして、今の体制でやっておる状況でございます。辻元委員。まあ、大変厳しい状況でも頑張っていただかないといけないんですけども、そしたらこの職員構成を見ますとね、その5級6級、まあ、特に5級の、会長補佐級、この辺が非常に多い。であと下の方が2級だけであって3級1級は全くないという、こういう職員構成、このバランスでいいんかどうかね、ちょっとあまりにも構成がバランスがないんかなと思うんですけども、その辺どのように考えておられますか。水道経営室長。はい、ただいまの点でございますが、確かにその5級の職員が一番多いということで、その、若い職員が少ないということでございますが、技術職員の採用等が、まあ、なかなかございませんので、まあ、将来的な、まあ、技術継承等の問題もあるわけでございますが、今現状といたしましては、今の状況、状態で、体制を取っておるという状況でございます。辻元委員。将来のことをやっぱり考えていきますとね、この辺のやっぱバランスをきちっとしていかないと、これは行政、庁内も含めて全般的に言えることも、ことでもあるんですけども、特にここバランス悪いんかなと思うんで、やはり将来に向けて、ね、きちっとした組織づくりをしていかないと、大変なことになると思うんですよ。まあ、それ、十分考えていただいて、今後、少しでも改善してくるように、いけるように、努力をお願いしたいと思います。特によろしいですか。他にありませんか。中本委員。はい。はい。先ほど、527の工事請負で、松地から小屋口、半円長で言ったら 78.2% の、まあ、進捗率ということで、まあ、いつぐらいにこの小屋口に、接続の予定なのかというのが一つと、それと、すいません、今、大滝ダムからの取水って、まあ、毎秒1トンもしてないと思うんですけど、実際には毎秒何トンぐらい取水されてるんでしょうか。水道施設課長。水道施設課長。公約地のところまでは、平成の31年をメドに、工事を進めております。取水のルールにつきましては、コンマ3がマックスです。はい、今のところ。よろしいですか。他にありませんか。はい、ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方いらっしゃいませんか。はい、坂本委員。はい、反対の立場で討論を行います。基本的にはずっとこの、人口見積もりの誤りでこの大滝ダムの取水器をたくさん、まあ、取った結果的にですけども、取ったことによってこの水道料金が、まあ、県下でも高い状況であると、で、まあ、それが一番の理由なんです。でずっとこの、水道料金を下げるようにというのを求めてきて、最初は累積赤字があるからダメなんだというふうに言われました。で会計のやり方が変わって、で累積赤字はなくなったんですけれども、まあ、実際と数字だけの問題で中身は変わっていないというふうに言われたんですけれども、それならばどちらかといえばこの高い料金でずっと市民からお金を集めてきたことによって、まあ、今の貯金もあるというか、収入って言ったら、まあ、料金が一番大きいと思うんです。でそれでずっと貯めてきて、でそれで市民病院への貸し付け、また今回も5件ありますけれども、その貸し付けができるということは何でも使わないお金があるから余裕があって、まあできるって言いますか、
で、 でもあの市民への還元はずっとせずにそのまま来てるということと、で、あの先ほど現金29億円あっても700億円には全然足りない、まあ、それはその通りだと思うんですが、でもこの29億円というか、これもかなり長い間ずっと持ち続けてるって言いますかね、やっぱり少しでも何ていうか市民への負担を減らすことを求めて、まあ何か先行き暗いような気がしてしょうがないんですけれども、まあ、できるだけ値上げをしないことを求めて反対いたします。次に賛成の立場で討論する方いらっしゃいませんか。はい、辻元委員。それでは賛成の立場で討論したいと思います。まあ、2点ほどさせていただいて賛成にしたいと思います。まずは、大幅な人口減の中で、料金収入がやっぱり減ってきておる。その中で、まあ、今後発生するいろんな経緯を考えていく中でいきますと、料金の値下げというのは大変難しいと思うんですけども、そんな中で、料金体系の見直しを検討いただいているということと、もう1点は、今も述べました通り、今後、まあ、施設更新等を含めまして、先ほどお話しありました通り大きな費用が発生するわけであります。そんな中で、今後に向けてのいろんな見直し検討されておるということが本予算に反映されておるということでありますので、今後さらに、いろんな見直し検討されて、水道事業が定格に策定されることを期待いたしまして、賛成討論といたします。次に反対の立場で討論する方いらっしゃいませんか。よしなし。次に賛成の立場で討論する方いらっしゃいませんか。よしなし。内容ですのでこれをもちまして討論を終結いたします。これより議案第26号平成29年度橋本市水道事業会計予算についてを採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第26号は原案の通り可決されました。ではここで一旦休憩を取りまして、この後再開は10時35分といたします。